レースはここからスタートしますよ。ここから村をぐるっと回って先に戻ってきた方が勝ちです。見ての通りコースは山あり谷ありです。段差でタイムロスしないように気をつけてくださいね。あーちょっと苦手だなこれ。この泥はベタベタしますよ。踏まないように要注意です。なんだろうあれ、タールかな。ヨッシーさんは踏ん張りジャンプで大きな泥も越えられそうですが、皆さんは釣られて飛んでべちゃということがないようにご注意を。あれが折り返し地点ね。この旗を回ったらチェックポイント通過です。あとはゴールを目指してひたすらダッシュ。この派手な色の仕掛けはダッシュパネルです。踏むと矢印の方向へ猛ダッシュできる仕掛けです。うん、なるほどね。タール、だいぶタール置いてあるな。チェックポイントを通過してないとゴールしても無効ですからね。チェックポイント、あーさっきのあれ折り返し地点かな。最後に僕から一つ。走ってる時僕に近づきすぎるとヒップドロップをお見舞いするよ。衝撃はジャンプでかわせるけど難しいから気をつけてね。そうだね、ちょっとやってみよっか。一発でクリアはさすがに難しいと思うけど、ちょ近づ、あいつ早すぎない？ちょっと、えっていうか、っていうか全然かなわないんだけど。まあ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 結構いいか。あれあれ、そうか折り返し地点だから。え、全然勝てないんだけど。あーやばい、クソ、うーわーやられた。あともう少しだったね。ちょっとタール踏まなければ。あ、でも初見にしてはいいなこれ。チェックポイント通過しての、よっしゃー、余裕だった。悔しいけど約束だからこれあげるよ。めっちゃいいやつ、ありがとう。でも山で暮らす友達は僕よりずっと早いからね。もし会えたらぜひ競争してみてね。これでようやく花ちゃんもどいてくれるか。いや、それは美味しいでしょうけど、苦労したけど美味しそうに食べてるわね。もしゃもしゃ。それじゃあ花ちゃんは先に行くです。たくさん食べたからもうバテないですよ。あ、まだあったんだねこれ。思った通りです。悪者が森をこんなに荒らして、花ちゃんの満腹パワー食らえです。けじゃあ先に進もう。花ちゃんの満腹パワーすげえな。
ここから先がちょっといけない感じだ。やられたです。悲しそうな目、どうしたの？大丈夫？誰にやられたの？このビリビリするもんにやられたです。このもん電気が走ってるわ。これじゃあ近づくのも危ないわね。あれ？どうかした？あんなところにボム層が。スイカにしか見えねえ俺。あの爆弾に痛みをスポーンと引っこ抜くと、しばらくして勝手に爆発するびっくりな草です。それは本当にびっくりだね。ずいぶん物騒な草ね。そうね、とりあえず先へ進む方法を探さなきゃ。あのボムソンも何かに役立つならいろいろ試してみるといいわね。なるほど、あのボムソンを使って爆発させんだね。うん、絶対触るなって書いてある。うん、まああのボム層を取ってどっから爆発させんだろうな。引っこ抜いた瞬間に、うん、これ以上近づくな。だって、お、ちょっと待てよ。うん、違うな、体当たりじゃないな、これだ。どういう仕掛けになってんのこれ。またお前かよ、このいい時に。あいつよ、また追いかけっこ始まんだ。ええ、あれはちょっときついな。どうすんだろう。さあ、これでまあ爆弾は取れるとして、やばい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 、狙い通り。おお、なんか置いていったぞ。マリオ、爆弾だねこれ。スピードボムを手に入れた。使い方が、ああ、なるほどね、新しいやつだね。ボム層のおかげでトッテンからブラザーアタックを取り返せたわね。この調子であのビリビリするもんもなんとかできないかしら。さてと、そしたらまあ多分この爆弾をまた使うんだろうけど、よし、どれぐらいで爆発するんだろうこれ。危ない。あら、ちょっと足んなかった、ちょっと根性足らなかったな。よし、 OK。 もう真っ赤になってる、真っ赤になってる。いて、あ、そういえばさっき爆弾でここ壊したから、なるほど、っていうことはこっちだ。これで正解だったんだね。ビリビリが消えたです。きっとこの先も悪者がいた、でっかいゴミがいっぱいです。花ちゃんが先に行って森をきれいにするです。花ちゃん楽しいわね。私たちも頑張りましょう。